方です。今日はちょっと積み込みに行ってきたいと思います。ちょっとね、今日祭日で休んでるドライバーさんの代わりに積み込みに行ってみたいと思います。事務所に、ここは、はい、はい、車庫に、駐車場に着きました。まあ最近借りた駐車場なんですけど、今日は、2000番というトラックに積み込みに行きます。はい、車掌も乗ってますね。駐車行くのかな。はい、今日は管理者がね、みんな行きます。ドライバーさんを休んでもらって管理者が積み込みに行きます。はい、よし、歯止め取ってね。はい、今日はみんなね、3台同じとこに行きますんで、はい、いいですね。いらっしゃい。じゃあ後でね。自分も乗れるかな、久しぶりのね。まあ、大型トラックって大きいですからね。はい、じゃあ乗り込んで追っかけるぞ。じゃあ乗り込みました。さて出発するぞ。ミラーを。はい。OK だね。じゃあ行ってきます。車庫に戻ってきました。はい、ちょっと積み込みの様子はちょっとお客さんの中でちょっと撮影はやめました。はい、意外とね、すごいトラックもちょっと大変ですけど、まあ、こうやって珍しいですね、こうやってみんな同時に帰ると。はい、迫力ありますね、私も今日久しぶりに乗ってね、やっぱアイコインとか高いってことで、一緒に乗ってもなんか乗りやすかったです。ではまた動画アップしてきますんで、トラックの積み込みとか、はい、日常とか、はい、では失礼します。お疲れ様です。